Google、ファーウェイの新商品発表会前日に取引を停止。本日、Google がファーウェイとの取引を停止し、今後、ファーウェイ製の端末に対して、Android OS の正規のバージョンアップを提供せず、また、ファーウェイの新商品に対して、Gmail や地図、Google Play s t などの グーグル製のアプリを提供しないことがロイター通信の報道によって明らかになりました。こちらはファーウェイが明日21日の午後1時から新商品の発表会を控えている中での取引停止となり、こちらはグーグルが狙ってやったのかわかりませんが、ファーウェイには今回の問題について重く 受け止めていただき Google Play Store がないということになれば端末にアプリがインストールできないということになりまた正規のバージョンアップが OS の Android の正規のバージョンアップが提供されなくなれば端末そのものが危険にさらされることになりますので f i r w a y にはぜひとも既存の端末や 新商品の発表と販売停止を早急に行っていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました